はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。よっちゃん様、静香様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。役者さん、俳優の山田孝之さん、私にとっては勇者よしひこなんですけれども、YouTube で、ほぼ全部、勇者よしひこ見つけてですね、ワン、ツー、スリーまであったっけ、見ました。韓国ドラマや韓国映画について、富士の番組で話したとき、編集に悪意を感じた。そういうことが4回あったので、富士は得意じゃない。合わない。言ってしまいましたなーという。富士に悪意を感じたっていうか、むしろ富士テレビには、悪意しかねえんじゃねえの、思いますけどね。世論です。正直でよろしい。ちゃんと言えるの偉い。牛島くんか。牛島くん、闇金の、闇ではないのか。金貸しの、牛島くんのドラマ、もう主役でしたね。普通に文句言ってて草。俳優がバラエティに出るのは危険だよな。今回の山田のコメントも、不自然な流れに切り張りしてたもんな。悪意があるのは、フジテレビらしいじゃないか。むしろ悪意しかねえよね。発言を大幅にカットされたんだって、きっとですね、韓国にとって都合悪い指摘があったんでしょうね。で、祖国を愛するフジの中の人がバッサリカットと。フジテレビに悪意があるのは当然、むしろ悪意しかねえ。悪意マシマシでなければですね、正月に地獄絵図飾んねえよね。富士は治療不可能なんで、今のまま、ひっからびていけばいいね。今年はとうとう赤字転落すんじゃねえの？決算発表が楽しみですわ。12年前の富士でも参加者としては、富士は憎んでも飽き足りない相手ですからね。アンミカさん、1972年生まれ、51歳か。4歳の時に教会の手伝いをするため、家族と来日した。密入国じゃねえしと。官報で確認、有志が確認、1976年、布教活動で来日した韓国人は0人と、世論、マジで草、よく見つけてきたな。筑紫哲也がポロッと言っちゃったことあったしな。何、密入国のことをポロッて言っちゃったことあんの？何考えてあんなテレビで美談として公開したんだべ。当時は国際結婚ぐらいしか外国人を受け入れていない。本人が完全沈黙しているのが答え。この人がどうかは知らんが、昔は韓国から密入国後に戦争難民ってことで在留資格が許可されるケースが結構あったらしい。朝鮮戦争、1950年、26年後の1976年に戦争難民ってありなんか。なんか本人も小さいボートで来たとか言ってて、テレビが再現映像まで作って美談にしてなかった？密入局って言ったらやつ訴えるとか言ってるらしいんですけど、裁判に密入国じゃないって証拠出さないといけないね、訴えたら。密入国が悪いんじゃなくて、日本は世界の端とか言っちゃうから、記事も中ずばなんでね。矢沢永吉だの松田優作だのは、そういうことを言わなかったから、別に憎まれて、ないですよね。韓国人、元韓国人、今はどうかわかんないけど、松田優作さんとか、あと、布袋寅泰さんとかね。そういうこと言わないかったら、憎まれてないですよ。別に。そういうこと言うから憎まれるんであって、密入国だろうが、別にそういうこと言わなければ、憎まれないであってね。岸田総理、選挙活動で余った192万円を報告せず、着服。世論です。頑張れ、東京地検特捜部。脱税じゃん。自分たちで自分たちに甘い法律作ってると犯罪意識もなくなっちゃうよね。増税メガネ、改め、脱税メガネ。これは全島に飛び火しそうな気がする。やっぱりこいつもしりし欲の塊だった。そりゃそうでしょ。しりし欲の塊でしょ。人間誰しも。試験で、私は違いますけどね。嘘ですけど。私も選挙は2回、支部長さんたちの選挙で20回ほど経験してますけども、選挙期間中の収支はですね、政治団体の収支報告と別に提出しないといけないですね。これを付き合わせたら、192万合わないっていうことになったんでしょうね、これね。清和会議員、細田博之衆議院議員長から、裏金額の指示を受けた。細田議長は、2021年、11月まで、清和会の会長だった。
先月死去しております。2021年11月に安倍総理が初めて清和会の会長になりまして、で8ヶ月後に、凶弾に、倒れてしまいましたけれども、今は会長なしで幹部が合議制でやってるみたい。世論です。死人に口なし、死者のせいにするとは卑怯なり、死んだ人間のせいにして終わり、基本細田派だしな。安倍さんは激怒したと、裏金にね、禁止してたんでね。で安倍さん亡くなってからまたゾロやりだしたって。個人に背負わせるの全部細田のせいにできる。指示されたからって一般人が脱税したら 100% 捕まるけど、昔なら秘書に自殺させてたパターン。まあ時期から言っても細田だよな。そこら辺の大物で生きてんのは森喜朗だけなんだけど、たまたま1ヶ月前に老人施設に入って音信不通と。細田さん都合よく先月亡くなってんですよね。細田さんが亡くなったから捜査が動き出したんだが、やばいって感じて、やばいと感じた清和会が細田さん口封じしたまであるな、これ、怖いなという。東京地検特捜部、清和会は表向き用帳簿と裏金帳簿があった。二重帳簿ってやつですか、裏帳簿。これもう入手してるって、もう逃げられませんね、清和会ね。やばいっすね、世論っす。逮捕される人はかわいそう。悪意ありまくり。善意の裏金です。裏帳簿は悪意マックス。帳簿見つかるって、裏帳簿見つかるってずさんすぎる。でも善意の裏帳簿。これとある議員が、悪意を持って裏金作ってたわけじゃないって言っちゃって、それのことでしょうね。近く強制捜査って言っちゃってますね、記事によりますと。これも知見はですね、欲しいものは入手済みっていう宣言じゃないですか。じゃないと、証拠隠滅の機会、時間与えてどうすんのって話だしね。伝統ある清和会、なくなるかもしれないですね、これね。西村元経産大臣。架空パーティー3回やって収入が約1500万円。1回500万かじゃあ。会場借りの経費が22万円。利益率約 99% の転売屋もびっくりのボロい商売だった。インディアンもびっくり。転売屋はまあ利益率あんまりよろしくないですけどね。世論です。そんなに儲かるんなら政治家から税金取れ。不逮捕特権なんて便利なものあるもんな。さすが経産大臣だよな。こんな奴らが金が足りないから消費税アップとか言ってんのかよ。贈収賄の匂いがプンプン。西村主も悪いよなーって。なんか清廉潔白そうな顔しといて。会場のキャパが5倍のパーケン売りさばいてたって赤旗がスクープしてたし。まあ会場には100人、しか入んねえのに、500枚売ってたってことかな。どこも似たようなもんですな。問題なのは、外国人もパーケン購入で献金し放題なことですね。これやばいよね。今日のその他のニュース。はがきや封書など郵送費が30年ぶりに値上げ。はがきが65円から85円に。封書が84円から110円に。これ U パックも値上がりするんだろうか。物価上昇、賃金上昇、物価上昇のサイクルが経済成長の正体なんで、30年動いてなかった経済が動き出した感ありますね、これね。ようやっとはがきも値上がり。まあ年賀状も滅びつつあるし、郵便局、まあUパックで儲けるしかないんじゃないのかな。まあそもそもはがきや封書の郵便事業は赤字だしね。儲かんのは保険事業、保険の金融とかね。 NHK 団塊世代の7割が75歳以上の後期高齢者になって医療費やべえ。今年75歳になる人数は206万人もいるんだって。そうすると74歳が206万人いるってことだ。1年で75万人しか生まれないのに、確かにこれやべえですね。75歳以上も3割負担にすっかって政府が言い出すのもやむえないですね、これね。NHK 大河ドラマ、どうする家康が伊達天に次いで歴代ワースト2位に輝く。伊達天は時代劇じゃなくて、まあ異色で、初めから、視聴率はありえない、期待されてなかったんで、実質ワースト1位ということに。しかも徳川家康なんていう、鉄板中の鉄板使っておきながら、テレビ見る人がどんどん減っていくんだから、今後は何やっても右肩下がりじゃないのかな、大河。そもそも NHK が大河やる意味って何？サンモに青木治。防衛費より
教育、育児、福祉に使ってほしい。こいつは、売国国賊の革新犯なんですけど、皆さんね、命あっての教育、命あっての育児、命あっての福祉ですかね。命あっての LGBT ですかね。惑わされませんように。命の危険がある中で、教育がとか、ジェンダーがとか、のんき言ってられっかって話。パヨのデモ隊がですね、反富裕、反富裕。金落ちから取り返せ、プラカを掲げ更新していました。で、取り返すも何もお前らから受け取ってないだろう何にも、ツッコミ殺到。年収900万円ぐらいから下は税金の恩恵受けてる側で、上がですね、搾取されてる側なんだって。実は900万円ぐらい、900万円から上は自分が受け取る恩恵よりも多く税金払ってる。900万から下は自分が払う税金よりも多く恩恵を受け取ってる。いっぱい税金払ってる方に感謝しなければならないんです。それがバカパヨにはそれが分かんないんですね。妬ましい、金があって妬ましいってだけでね。ひろゆき、酒やギャンブルに使うやついるから生活保護は現金で渡すな。寮を作って収容しろ。ご飯とかタダにするのかな。生活保護でね、千代田区住んでるやつとかいるもんね。居住地選択の自由は憲法が保障してるが、千代田区住みは、憲法25条でしたっけ？最低限の文化的生活、から逸脱してんじゃねえの？最低限じゃないねえの、千代田区住みは。それやるとですね、ひろゆきが言うように、寮を作って、衣食住与えちゃうと、ユニバース25、楽園事件、床ネズミばっかになりますけどね。これ25回やって25回とも、無気力で繁殖もしなくなっちゃって、滅びたって話になりますけど。料理研究家さん、味の素を否定するやつって、大概反ワクチンなんだよな。そうなんで知らんかった。反ワクチンの中にも、味の素は別にって人もいると思いますけどね。私は使えますけどね、平気で味の素。というわけで、メール当院さん、大事募集であります。チャンネル登録者さんも、最近じわじわと増えてきております。まだの方は、登録してほしいな、登録してくんないかな、メール当院登録もしてくんないかな、などと、私利私欲で言っております。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。